皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日はですね、商品レビューということで今まとめ撮りをしてるんですが、ランチパスポート新潟が新しく出ましたので、その紹介をさせていただきたいと思うんですが、一応毎回ですね、最初から話をしてるんですけど、これが面白いなと思って集め始めたのは、そもそも石川で500円でドヤというですね、本が出ました。この本は700円から1000円ぐらいのお昼のメニューとかが、ランチメニューとかが500円で食べれると。しかも一つのお店につき3回食べれるというお店が100何店舗出ていて、しかも980円なので、だいたい3回ぐらい行くと元が取れる。しかも3ヶ月間ぐらい利用できる。ということで、人気だと、ボリューム3まで来ているというものをね、紹介しました。でそれに、続きまして新潟で500円でナジラって同じ会社が新潟の方にも進出してきました。さらに富山の方にも500円でいいちゃっていうことで、来たわけなんですけど、その富山に行った時に、500円でいいちゃと並んで置いてあったのが、こちら、ランチパスポートっていうのを置いてました。でランチパスポートっていうものが後発なのかなと思っていたら、実は、こっちの方が、進んでいてですね、新しく、新潟版のところの表紙の裏に出てるんですけど、ランチパスポートさんは、累計50万部発行しているもので、全国で、28都道府県でも販売されていると。で28都道府県なんですけど、1つの県で2冊出てる場合があります。どういう場合かっていうと、これ C 単位になってるので、例えば群馬だと高崎版と太田版みたいな感じですね。栃木だと宇都宮版と小山市、小山市ですか、小山市版とかっていう形で、2つ出たりするんですね。なので、このように地域密着という点ではこっちの方がいいかなと思います。なぜかっていうとですね、結局ですね、このぐらいの暑さでいっぱい入れてもですね、隣の町とかなかなか行けないんですよね。なのでそうすると使い切れなくて、いっぱい行けるからいいなと思って買ったけどダメじゃんってことになるので、このランチパスポートさんのやり方の方がいいなと思ってるんですが、ただ、新潟市に関して言えば、ナジラさんはすごい頑張っていてですね、この500円でナジラっていうものは新潟市だけで、この100店舗以上集めていると。で、ランチパスポートさんも、新潟市ですね、100店舗ぐらい、88店舗集めているということで、2回って感じになってるんですけど、富山の時に感じたですね、これ富山バージョンとこう比べてもらうと分かるんですが、これ同じような表紙になってるんですけど、紙がですね、これ艶消しの富山版に対して新潟はツルツルになってるんですね。ツルツルなので、なんかですね、ちょっと、いい感じがします。高級げな感じ。まあ、艶消しも高級げな感じもあるんですけど、ツルツルで、なんかね、汚れにくくていい感じになってるんですけど、この本が出ましたと。で、実際にこのナジラの本とですね、出てるお店比較したら、同じお店が、ダブって出てるのもありました。どっちで買っても500円ですからね。しかもこの本は両方980円なので、一緒になってくる。つまり、手としては、このナジラっていうところに出てるお店に、後発のランチパスポートさんは営業をかけて、うちにも出してくださいっていうこともできるわけですね。で手としては、ランチパスポートさんが出たので、次回はこのお店にナジラさんがうちにも出してくださいっていうことが出てくるので、この内容が似通ってくることが可能性あります。もしくは、うちとだけ契約してくださいって話も出てくるかもしれません。そうなってきたときに、どの人気店をどっちが抑えるかっていうことがすごく重要になってきますね。そうするとですね、これ同じ980円で500円でってこの出てきたら、今度ですね、このランチパスポートさんは、ランチパスポートの名前なので、実は500円って書いてるけど、名前は480円とかですね、変えて、480円で、食べれるっていうふうに変えれるわけですね。こっちは500円のなじらなので、ちょっと名前変えれないですね。なので、まあ、ゆくゆくは、もしかすると、価格競争になっていって、980円で、こっちは、500円だけど、こっちは480円食べれるみたいなことになってくるかもしれないし、これ、定価が今980円で一緒なんだけど、こっち側は500円で980円ですね。こっちは500円なんだけど、本は900円みたいな感じで、価格競争になってくる可能性もあります。もしくはですね、両方とも人気が出てきたときに、こっち側の方は、掲載するのに、
有料ですっていうパターン、載せたければ、有料にしたら載せてあげますよっていうふうにしていく可能性もあるし、売れてない方は、今のように両方そうですね、無料でもいいから載せてください、っていうような話になるかもしれないと。その辺ね、やっぱり売れ行き次第で変わってくると。で、売れ行きはどう違うかっていうと、結局ですね、どんなに、すごい、人気のお店が、いかに値幅のある500円で、出してくれるかっていうことが争いになってくると思います。で、こうパッと見た感じなんですけど、ランチパスポートさんの方はですね、これからちょっとまだ行ってない店があるので、これからね、行ってみなきゃわからないんですが、ちょっとですね、そのお店の選定という点では、ナジラさんの方に負けてるかなっていう気がします。ただ、負けてるっていうのは、私が知っている、知ってない店が多いのがランチパスポートさんということなので、実際行ってみたら美味しいとかってことがあるので、500円で新しいお店を発見してみて、やっぱりこっちがいいってなるかもしれないんで、今時点で言えませんが、こういう本が出ましたので、またね、次、次号も出ていくと思いますので、その時にまたその話はしたいと思いますが、まあ、そういうふうに2つ出てくると、まあ、価格競争になるということですね。はい、皆さんもぜひですね、2つを使い比べてみるといいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。はい、こんな感じで、商品レビューも撮っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。